今日はあの FC 岐阜の試合がここで行われるんですけど、そこであの SKE のメンバー4人も来てくれます。あの重なるステージっていうねステージに2回出演をするんですけど、4人のメンバーとは、FC 岐阜応援隊隊長の北野瑠香ちゃんと、応援隊副隊長の太田彩香ちゃんと、大谷優希ちゃんと竹内咲ちゃんが出てくれます。はい、みかん初めてのこの重なるステージを観覧しに行こうと思って今日やってきました。で、さっきねステージの南ゲートからすぐ近くのところで近くの駐車場に停めて来たんですけど、あのみかん来たの2時間ステージが始まる2時間前なんですけど、もう本当にもうねお客さんめちゃくちゃいて、でなんか1列目と2列目はあのなんか整理券配布みたいな感じなんですけど、もうそれももう多分もう人数分並んでるからもう取れないなと思って、どうしようと思ってどこにいたらいいんだろうと思ってたら、あのその待ってた方がすごい本当に優しい方がね、あの椅子を譲ってくださって、これ使って座っていいよって言ってくださって本当にめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。で、あのこれからね見に行くんですけど、なんかパッと初めて見た時、あ、同じあの場所だと思って、この重なるステージは写真とか動画がなんか OK みたいで、その動画を上げてる方が YouTube で上げてる方の動画を見たことがあって、でそれで、あ、ここでやってるんだと思ってすごい感動しました。まだねあの始まってないんですけど、めっちゃ楽しみでワクワクしてます。ちゃんとルカちゃんのうちわも持ってきたので、あの見てくれるかな、気づいてくれたら嬉しいなって思います。これからじゃあ楽しんでいきたいと思います。でなんかあのその重なるステージの横に屋台とかもねたくさんあるので、ちょっとねブラブラと見ながら何か気になったものあったら食べてみたいなって思います。楽しんできます。こんな感じの屋台です。屋台が並んでて、で、こっち側に、このトラックが今回の重なるステージの SK メンバーの出る場所です。ということで重なるステージのイベント終わりました。めっちゃ楽しかったです。あっという間すぎた。あの最初の一部の方の SKE のイベントではあのミニゲームがあって、でなんかその動物の鳴き声をどの聞いてどの動物かを当てるっていうゲームをしてて、で3人早く答えれた3人がその屋台村で売ってる屋台のメニューを食べれるよっていうので、で1人は罰ゲームとして動物の鳴き声をずっとしてなきゃいけないよっていうのでした。で、あのまあやめろはねもう安定のトークがめちゃくちゃ面白かったです。で罰ゲームはねルカちゃんだったんですけど、あのルカちゃんのなんか犬の鳴き真似をずっとしてるっていう罰ゲームで、でちょっとやってるね映像をちょこっと撮ったのでそちらを見てみてください。どうぞ。行きましょうか。はい、はい、ずっとワンワン言っててください。ワンワン可愛いよえ、これで終わりじゃないですか。いや、もうずっと言っていただくといいですからね。おいしい。適度にもうこれからはワンワン、もうあの動物モードで、はい、じゃ隊長これからは猫とか犬が入った状態でずっとニャンでもワンでも言ってください。はい、21歳がやってたよ。ゆうゆういただきます。あやめろ、ちなみにどうですか味は。すごい美味しいです、はい、この鶏肉が結構 あっさりしてる感じなんですけども、やっぱこのタレがねあの味が濃いので、はい、結構合いますね。なるほど、食べやすいです、すごく美味しい。はい、こんな感じのかわいいかわいいルカちゃんでした。
で、それが終わってからもいろいろなんかチアダンスの方とか結構ダンスが多かったですね。ダンスを見せるステージがたくさんあって、もうそれもみかん全部見てたんですけど、あ、そう言い忘れたんですけど、その見る席がねあるんですけど、1列目と2列目はあのなんだっけ優先観覧席っていうので、あの並んで券を取らないといけないんですけど、なんかすごい優しいファンの方があの席をね券取れたからって言ってねみかんに譲ってくださって、もう1回目はなんと2列目で見ることができて、本当にめっちゃ近かったです。もう近くで見れて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で2回目も3列目のもうほとんどセンターで見ることができて、もう最高でした。で、2回目のステージの内容としては、なんだっけ、あの今までの FC 岐阜でのそのステージの写真を色紙にいろいろ貼ったりして思い出をあの書こうっていうので、でメンバーがそれぞれねあのステージで書いてて、でその色紙は最後にそのファンの方の誰かにプレゼントしますよっていうのでね、すごいなって思って、めっちゃ羨ましいと思ってました。もらった方おめでとうございますって感じで、本当にねあの SKE さんだけのイベントじゃなくていろんなステージもあって、本当に見応えたっぷりで時間があっという間でした。めっちゃ楽しかったです。なので今日は初めてね来たので、ちょっとなんかどういう風なのか全く分からずに、あの優しいファンの方がね教えてくださったんですけど、またあの機会がある時に遊びに来たいなって思います。屋台村に来てるんですけど、何かねお腹空いたから食べたいなって思うんだけど、何食べたかな。なんかメンバーもねステージで食べてましたね。何食べたんやったっけ、カレー何やったっけ、ケイちゃんのおにぎりと、あと今回鳥取戦ということでその鶏を使った料理。これメンバーも食べてて、ケイちゃんの唐揚げ、美味しそう。いちご、イベントでさきぽんが食べてたけいちゃんおにぎりを食べたいなって思ってたんですけど、今ステージ終わった後に行ったらもう売り切れちゃったって言われたので、これを買いました。けいちゃん唐揚げです。唐揚げみかん好きなので、めっちゃボリュームたっぷりな唐揚げをいただきたいと思います。けいちゃんの唐揚げいただきたいと思います。いただきます。うん、うん、サクサク衣が、片手で持ちながらがめっちゃ大変。うん、お肉もめっちゃ美味しい。さっき唐揚げを食べたんですけど、もう一
一つみかん買ってきました。じゃーん、花サンドさんの、これはチョコバナナで、チョコバナナです。どれにしようか毎回悩むんですけど、前回そのお店、花サンドさんのお店行った時はいちご、なんだったっけ、いちごホイップ、一番定番のやつを頼んで、今回はやっぱりねチョコバナナ本当に大好きなので、あのね、まあ、やっぱりチーム E と言ったらバナナということでね、チョコバナナを頼んだので帰りに食べたいと思います。この重なるステージでも、あのなんかステージでパフォーマンスする方も募集してるっていうのがね、あのホームページにあったので、もしタイミングが合うときに私たちルート2ゴッパーみんなで出演したいなってすごい思います。なのでね、あのこれからも頑張りたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。みかんチャンネルのチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。以上、ルート2ゴッパーのみかんでした。バイバーイ。